ラルなんかあるわけねえんだよ。証拠なんかね、適当なんだよ。この世界に生贄は必要でしょ。僕は必要ないと思う。必要ない社会にしたい。よく週刊文春はきちっと裏取りをして完璧な記事を書いてるはずだみたいな話が、まあよく言ってる負け知り側のアホはいるんですけど、なわけねえだろうと。検察とか警察ですら事件を作ろうと思ったら証拠捏造したりとかするんですよ。金儲け目当ての一週刊誌、全然モラルもクソもねえような他人のなんか超プライベートなその人の性的嗜好みたいなものまで暴露するとか、ただの悪趣味じゃん。悪趣味で人の趣味をこう覗き見てですね、それをあげつらって金を稼ぐ最低の集団なんですよ、あいつらは。なのでそんななんかねモラルなんかあるわけねえんだよ。で証拠なんかね適当なんだよ。だってさ、あいつら別にさ、証拠不十分でこの件は確固たる証拠がなかったねとかって後で裁判で結構負けてんだよ、週刊文春って。なのにもかかわらず何の責任も取らず金だけ儲けてとんずらだよ。ひどいやつらじゃん。そりゃ警察とか検察の方がまだマシよ。嘘の証拠を捏造してるのバレたらもうその後処分されて出世の見込みとかなくなっちゃうからね、やつらも。だからそれはそれで必死だよね。週刊文春はそれないからね。ということで部数が売れれば何でもありなので、これ週刊文春とは違う週刊誌なんですけど、すげえびっくりする話があって、なんか闇ジャーナリストみたいなやつが書いたこたつ記事をですね、じゃなくてその記事を元にしてこたつ記事を書いた立花隆さんとかね、 NHK 党の立花隆さんじゃないよ、ジャーナリストの立花隆さんも日経 BP に僕が怪しい取引をしてるみたいな嘘記事を書いて、それでまあ和解したんですけど、うちらが賠償金もらって、そういった話ライブダー事件の時いっぱいあったのよ。だからね、全部でね何千万円か多分賠償金せしめたよ。ほとんど和解ですけど、その中でもね一番ひどかったのは講談社の案件で、これはやばかったね。もうすごく具体的に恵比寿のウェスティンホテルのスイートルームでホリエモンが闇カジノに興じていたみたいな、そういう記事が出ました。ライブダー事件の時だったんで、みんなこれ本当だろう多分思ったんだと思いますけど、これがもう本当なんでこんな記事が出るのかさっぱりわかんないんだけど、本当酔っ払って記憶をなくして誰かに闇カジノに連れて行かれたのかなって思うぐらい、その日のアリバイとかまで全部調べたもんね。自分が自分を信じられなくなっちゃってて、あの頃は、まあ、そのライブダー事件も含めてですけど、調べてみて、これは絶対ないなと、記憶をなくしてもう行ったことがないなということが確信できたので、まあズバリその講談社だと、これフライデーだったかな、僕訴えました。そしたらどうやらそのタレコミをしたおばさんがいたらしくて、そのタレコミをしたおばさんが出廷するって話だったんですよね。そしたら期日にも出廷してこなくて、証人いませんみたいな、まあ要はあれ宣誓して証言をするんで、自分が嘘ついてること分かってるから、これ裁判出てきてそこで偽証したら偽証罪で刑事責任まで追及されちゃうんで、偽証罪ってめちゃくちゃ重いんで罪が、あーこいつ偽証罪ビビってこなかったんだと思って、証人が来ないってなんだよそれみたいな。ちなみに週刊文春も同じような記事で僕は訴えたことがありますが、当時ですね、私まだライブダー事件の刑事裁判最高裁で争っていた時に、広中純一郎先生の弁護団に北村洋一先生がいてですね、この北村洋一先生というのは週刊文春の守護神と呼ばれてる凄腕弁護士なんですけど、当時僕が文春訴えたもんだから、そこの代理人弁護士が北村洋一先生になっちゃって、堀さんこのまま裁判進めると僕はこの弁護団から降りなきゃいけなくなっちゃうってなって、広中先生が北村先生に降りられたら大変だからって言われて、まあ、説得されて訴えを取り下げたっていうのがありましたけれども、まあそういった感じでございます。週刊文春が記事にしたからって証拠がちゃんとあるかって言ったらない場合も結構ありますよと。相手側の言い分ばっかりを聞いてですね、こっちが訴えられたというか記事にされた方は突然突撃されてですね、新幹線の中とかで突然週刊文春ですとか言われて、青かもねっつって、そういったことも含めてですね、週刊文春のやつらは最低のやつらです。週刊文春を潰したいっていうのがあるんですよ。どうやったら潰せるのかっていう、まあセレブだったり、はい、それこそ皇族だったり、はい、価値があると思われてる人たちの、はい、まあスキャンダル、まあ半分捏造して作って部数を稼ぐっていう金儲けビジネスモデル、当然それは人々のその妬みそねみの感情をうまく利用して部数とかページビューとかに換算してるだけなんですけど、だから僕もできますよ。多分週刊文春より週刊文春的なネタを握ってるんで、はい、その有名なタレントさんとか政治家とか、はい、スキャンダル全部知ってるんで、はい、いくらでも言えるんですけど、はい、やんないんですよ。どうやって潰せるかというか、それの儲かり方、まあ、ビジネスモデルが分かってるんだったら、うん、それをやらない自分の理由は何なんですか。やりたくない。やれば成功すると分かってるのにやりたくない。金銭的には成功するんだけど、はい、その人たちが痛めつけられるのが嫌だから。そのターゲットになる人たちがすごい苦しい思いするんだろうなって分かるから。苦しむ人が100人で、そしてそれで日々のうさが晴れる人が100万人だったらペイする気しません。この世界に生贄は必要でしょ。僕は必要ないと思う。必要ない社会にしたい。
必要ない社会にしたいという社会運動はこれまで全て失敗してますよ、はい、失敗してるんですけど、はい、やりたいんです。僕が考えるのはその自分や自分の大事な人がその生贄にならないようにしてそこから守ることは考えるんですけども、うん、この社会の生贄を必要としてそれで何億人という人々がこの理不尽な世界に対してやっと安心して寝れるっていうのはもうどうしようもないシステムだと思っちゃってるんですけどね。僕はそうでもないと思ってるんですけどね。だって生贄のシステムで言うと、うんうん、まあ昔の生贄っていうのは本当にね、日本とかでも洪水がたくさん起こってるところで、うん、川に堰を作って、ね、ダムみたいなのも作って、はい、水害がなくなりましたと、はい、なのにもかかわらず、まあ、そこで生贄が川に沈められて、ね、誰かが必要だからですよね。堀江さんも生贄でしょ。まあそうなんですけど、まあ、まだマシになってるじゃないですか、はいそのはい、要つまり生贄である自分は精神的にね嫌なことはされるけど、うん、別にその暗殺されるわけじゃないじゃないですか、はい、で昔の生贄って暗殺されてたわけじゃないですか、はいはい、だから多少マシになってるわけじゃないですか、うん、堀江さんが刑務所放り込まれたのは生贄だったからと思うんですけど、あそうですそうです。刑務所はちょっと辛いんじゃないの。なんか社会的にねやいのやいの言われるぐらいだったらまだなんとかなるけど、まあ僕は生贄なくなった方がいいと思ってますけど、生贄なくすと今度はそれいじめになります。生贄をどんどん緩くするとみんなでいじってそいつがでへへやめてよって言ってギリ我慢できるぐらいのいじめを毎日繰り返してその対象がどんどん連鎖していってっていうのがこの社会の多分一番平和に近いあり方ですよね。いやその辺のレベルをもうちょっと下げたい、うん、それは教育ですよ。論理を終える人間を育てるしか僕はないと思います、まあ、だから例えば、はいまあ、今ちょっと岸田さんがね首相になったじゃないですか、はい、金融取引課税をしようとしたりとか強化しようとしたりとかして、はい、よく思い出されるのが新自由主義一番最初にやったイギリスのサッチャー首相の言葉で、はい、金持ちを貧乏人にしても貧乏人が金持ちになるわけじゃないよね、はい、っていう話。例えば山本太郎さんとか分かってないわけですよ、はい、小室圭さんを悪者にしても、はい、眞子様をなんか PTSD にしても、はいはい、あなたが幸せになるわけじゃないよねっていう話なんだけど、はい、その瞬間はざまみろみたいな感じになってちょっと心が晴れるみたいな話ですよね、はいはい、だけどまたすぐ日常のどうしようもない生活が戻ってくるわけじゃないですか、うん、彼らにとっては。だから基本的にそれって一つは経済発展でなんとかなる、つまり世の中景気が良くなるとそれより楽しいことが増えるからみんな自分の好きなことをやる。あとはさっき話したそのプラトンいうところの理想的な国家理想的な国民で成立してるっていうやつで教育でなんとかしようっていう方式で、これ両輪だと思うんですけども、経済の成長がちょっとある程度しんどくなってきたから僕はもうこっちしかないのかなと。それはじゃあ YouTube とかを通じてまともな論理を考えられる人を増やしていく。まともな論理で考えると人より賢そうに見えるぞっていう、自分でも自分のこと賢いと思えるぞっていう。以前もですねタレントの不倫問題だったりとかそういったものって不倫相手同士とのですね LINE が流出して、それがですね文春にリークされたりみたいなことが起こったわけですけれども、こういうですねプライベートな文章をですねリークする方もリークする方だし、これが例えば事件だったりですね刑事事件に発展するようなことであればそれは仕方ないという内部リークだと思うんですけれども、そうではなくて不倫問題なんか特にそうだと思うんですけれども、別に合成があるわけでもないような内容をですね外に持ち出すこと、これは非常に倫理的にも良くないことだと思いますし、それを報道する側もですね部数とかページビュー、それによる広告収入を狙って完全に営利目的でやってるわけです。そういったことをですね許していいのかという問題があります。一部ですね文春なんかをですね融資するような発言なんかも散見されますけれども、私はこれも最低の行為だと思います。要は金のために人のプライバシーを暴いてもいいのか、指針の LINE を掲載してもいいのか、そんなものに僕は公共性は1ミリもないと思います。週刊文春は反省するように、そして二度とこういったものをですね記事にするなというふうに言いたいと思いますし、こういった行為をですねお金のためにやってるっていうのは本当に人間として最低の行為だというふうに思っておりますし、まあ、本当にあの文藝春秋社に勤める全ての社員をですね自分たちの会社がそのような最低の行為を行ってるということをですね反省してください。こういった最低のメディアをですね未だに存続させていることについて私は非常に残念に思います。で人として最低の行為をやってる週刊文春および文藝春秋社の社員諸君、君らは最低だ。ガーシーってねが言ってることってもう実際なんかその未成年飲酒みたいな話で言うと、一緒にそのやった17歳の子が実際に YouTube 出て話したりとかしてるんで、まあまあ楽しいんだろうなと思うけど、やっぱそのテレビとかそういう媒体は扱わないんですよ。なんでかっていうと信頼性がないと思われる。
ただの一般人だろうってなってるんですよ。例えばネタ元が週刊文春だったら出るんですよ。だから僕はガーシーも週刊文春も大して変わんないと思いますよ、実態はね。だけど紙媒体があってなんか立派な100年以上の歴史があってみんな立派な出版社だと思ってるじゃない、週刊文春、文藝新潮社のことを。だからみんな信じるんですよ。文春が言ってることは嘘でも信じるんですよ。